デイビッド・アサートンは、イギリスの指揮者。1944年ブラックプール生まれ。ケンブリッジ大学フィッツ・ウィリアム校で音楽を学び、1967年からコベントガーデン王立歌劇場のスタッフとして音楽活動を、始め、1968年には、ベルディのイルトロバトーレを指揮。同年にニコラス・スノーマンとロンドン・シンフォニエッタを、 設立して1973年まで音楽監督を務めた。1976年にはスカラザに初登場し、1978年にはサンフランシスコの戦争記念歌劇場に登場してアメリカデビューを飾った。1980年から1987年までサンディエゴ交響楽団の主席指揮者を務め、 1980年から1983年までは、ロイヤルリバプールフィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者を兼任した。1989年から2000年まで、香港フィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者に就任する一方で、その着任時から、サンディエゴのメインリー・モーツァルト音楽祭を創設し、2013年までその音楽祭に関わった。 また同じ1989年から1991年まで、フルスのロンドンシンフォニエッタの音楽監督を再度務めた。主な初演作品には、ハリソン・バート・ウィッスルのパンチとジュリー、ハンス・ベルナー・ヘンツェの我々は川に来た等が挙げられる。1999年には OBE を受訓している。タワー .jp、フィッツ・カム・ AC、UK? ありがとうございます。